アーネスト・ヘンリー・グリューニングはアメリカ合衆国のジャーナリストであり、1939年から1953年までアラスカ準州知事および1959年から1969年までアラスカ州選出のアメリカ合衆国上院議員を務めた民主党政治家である。グリューニングはニューヨーク市で生まれ、1907年にハーバード大学を卒業し、 1912年には、ハーバードメディカルスクールを卒業した。その後医学を断念し、ジャーナリストへの道を歩んだ。当初は1912年に、ボストンアメリカンの記者となり、続いて、ボストンイブニングヘラルドの編集部員と構成員となり、1912年から1913年は、論説委員となった。その後の4年間、ボストンイブニングトラベラーと、 ニューヨークトリビューンの編集主管を歴任した。第一次世界大戦に従軍した後、1920年から1923年までザネーションの編集員となり、1923年から1933年まではニューヨークポストの編集員を務めた。グリューニングはニューディール政策に興味を覚えその後の経歴を変えた。1933年の 第7回アメリカ大陸会議大議員に指名され、1934年から1939年は内務省の領土及び当初領有部長、1935年から1937年はプエルトリコ再建管理部管理者に指名された。1838年から1942年にアラスカ国際ハイウェイ委員会に移籍した。1939年、グリューニングは、 アラスカ巡州知事に指名され、この職を14年間務めた。1952年、1956年及び1960年の民主党全国大会にアラスカ代表となった。グリューニングはアラスカの州正閣が未定のまま、1958年にアメリカ合衆国上院議員に選出され、1959年に アラスカ州が成立してから10年間上院議員を務めた。グリューニングの上院議員としての最も著名な行動は、オレゴン州選出のウェイン・モースと共にただ2人で、トンキンワン決議に反対票を投じたことだった。また、全国的に緊急電話番号911を制定する、ある意味での議会決議案を提案した功績もあった。 グリューニングは1968年にも再選を求めたが仲間の民主党員マイク・グラベルに敗れた。グラベルは民主党予備選挙でグリューニングを破ったがグリューニングは独立系候補として一般選挙に出馬し3位になった。グリューニングは投資会社の社長と立法コンサルタントとして積極的な政治的関与を続けた。 グリューニングは1974年6月26日に死んだ。アラスカ大学フェアバンクス校の講義胸であるアーネスト、グリューニングビルはグリューニングの栄誉を称えて名付けられた。1977年、アラスカ州はアメリカ合衆国議会議児童の国立彫像ホール、コレクションにグリューニングの銅像を寄付した。アラスカ州のイーグルリバーにあるアーネスト・グリューニング、 中等学校もグリューニングの栄誉を称えて名付けられた。ありがとうございます。